はい、どうも、トワイスです。今回も、シャドーバースやっていきたいと思います。まあ、デッキ一覧が開いてるということは、今回もリプレイです。ですね、まあ、デッキ名は気にしないでください。こちら。今回はミッドレンジロイヤル。私が組んでるこれを、まあ、2戦見せたいと思います。まあ、簡単に紹介していくとですね、まあ、私が、ミッドレンジロイヤルは私が一番使ってるデッキなんですけど、まあ、その都度環境に合わせて、多少アレンジしたりしてます。まあ見ての通りですね、低コストというよりは2コスト、3コストあたりを主に置いてるような形になってますね。でまあ後半に行くにつれて一番、コスト面で高いのはファングスレイヤーとなってますけど、まあこれもかなり強力なフォロワーなんですが、アルベールですね、一番実質コストを一番高く使えるのは、9コストで出せば、1ターンに2回攻撃できる。で、しかも、そのターンだけこのフォロワーへのダメージは0になると。まあ、3ダメージが2回、進化込みで5ダメージが2回、相手の顔に飛んでいってもよし、フォロワーを除去してもよしというかなり優秀なフォロワーです。ただ正直今乙姫の方は環境的にはあんまり適用してない感じがするので、抜くかどうかは考えているところですが、まあとりあえずこのデッキで戦っていきたいと思います。では1戦目どうぞ。はい、ネクロマンサーとの戦いでしたね。どうぞお覚悟を。こちらは先行、ルナを守ってね。はい、でマリガンですが、これ一つずつ進めれることに最近気づいたので、ちょっとね。ん？あ、こうだよね。で、私は、これは全部変えて、手札がアドバンスブレーダー、渾身の一撃、メイドリーダーという風になりました。はい。まあ、1ターン目は もちろんすることがないので、まあ、このまま見送りまして、相手のターン。はい、相手も特にすることはなしでした。で、2ターン目、渾身の一撃を引けましたが、まあできることが一つしかないので、まあ今のうち手札を増やしていくという意味では、メイドリーダー。はい、これでアルベールが引けました。これでまあ、とりあえずフィニッシュ候補は引けたというので、一安心といえば一安心ですね。で、相手のターン。相手は、スカルビド。まあラストワードでカードを1枚引くことができるフォロワーですね。まあメイドリーダーは体力的にまあ一方的に打ち取られてしまうので、私はまあとりあえず今3コストフォロワーがいなくて、まあ次のターンもまだ進化が使えないので、フローラルフェンサーを出してもちょっともったいない感じがするんですよね。なのでまあメイドリーダーはやられるわけにはいかないなということで、渾身の一撃で除去。死んでも残るもの。でその後にメイドリーダーで顔に攻撃してターンエンド。で相手はよろめく死者。はい、このフォロワーはバハムート降臨で出てきたやつ。守護を持たないフォロワーを攻撃不能。ただラストワードでランダムな相手のフォロワー1体を破壊するという、まあちょっと癖はありますけれども強力なフォロワーですね。でそれを相手はソウルコンバーションで破壊して、手札を2枚引き、メイドリーダーを破壊と、うまく3コスト使ってきた形です。はい、で私は歴戦のランサー、フローラルフェンサー、そしてレビオンヴァンガードジェノ、これを出せるんですけど、年持ちのジェノは今出してもまあもったいない感じなんですよね。でフローラルフェンサーも進化した時の効果が強いので、これももったいない。かといって歴戦のランサーだとコストが余りすぎて、それもまたもったいないとちょっと悩む手になりましたが、私はフローラルフェンサー。まあ進化は使えませんけど、まあこの中で一番体力が高いので、まあ除去スペルがあったとしてもやられにくいかなと、序盤の除去スペルだったら。
まあなので、半分おとりみたいな形でフローラルフェンサーを出しました。まあもし相手としても、もしフローラルフェンサーを一旦残してしまって、次のターン進化されたら面倒なんで、ぜひ除去しておきたいっていう感じの心境にさせるかなと思いまして、まあおとりで出しました。で、相手のターン。相手は進化可能と。で、相手はネクロアサシン。まあ、ネクロアサシンは効果としては、自分の場の他のフォロワーを破壊して、で、相手のフォロワーをランダムに1体破壊するという効果なんですが、そのまま出してきましたね。まあ、ということは相手は手札的には、まあ、この状況を打開するのがこれしかなかったっていうので仕方なく出した形になるんですかね。で、相手はネクロアサシンを進化。で、そのまま進化アタックでフローラルフェンサー撃破。で、ターンエンドと。はい。で、私はですね、まあ、乙姫が来まして、この状況をどうするかというと、ちょっとここでプレイミスを犯すんですよね。歴戦のランサーを出してしまって、その後に渾身の一撃を使ってしまった。何も聞こえない。まあ結果的にこのミスは後で取り返せるんですけれども、まあ本当は渾身の一撃を先にやっておけばバニーナイトがもう一枚出ていたといった状況ですね。で、まあ進化を見送りまして次のターン、相手の進化を一つ潰したっていうところはまあアドバンテージですけど、まあこのちょっとしたプレイミスが後々響くこともあるので、これは今後注意していきたいところですね。で、相手はケルベロス。これでミミとココが手札に来て、ただ残念ながら相手は手札9枚になっちゃったので次の手札は消えちゃうんですけどね。で、相手はケルベロスを進化。かわいいですね。で、レキテンドランサーを除去。ターンエンド。で、私のターン。で、私はですね、ちょうど場が全部空いたので乙姫。まあこれは本当にちょうど良かったですね。盤面的にはまあトントンといったところだったので、まあこれでちょっとフォロワーの数でアドバンテージを稼いでいきます。で、定石ですけど私は乙姫を進化。これでケルベロスを除去。残念、はい、もう帰らないと。まあこれで若干有利になったように見えるんですが、次の相手のターン、相手は手札が1枚消えて墓場が1枚増えると。で、負の嵐。これで全体3ダメージで終わりと。乙姫はもう一瞬にしてやられてしまいました。で、相手はユニコを出してターンエンドではなくて、すいません、耳で私の顔に2ダメージですね。はい。で、若干不利な状況になってきたんですけれども、私はここでですね、まあジェノで除去するっていうのは考えたんですけど、このまま6コストで出してしまうと、まあそれだけしかできなくなってしまうので、私はまずメイドリーダー、こちらを出して指揮官を何かで、フロントガードジェネラルが来て、その上でまあラストワードをつけないジェノで突進効果好きなので、そのままユニコを撃破。で、ターンエンドですね。進化はやっぱりまだ取っておきたいので、進化しないで手を打てるのであれば、進化しないっていうのを覚えなければいけないっていうのが、まあちょっとミッドレンジの戦法らしいですね。最近まで頭がアグロだったんで全然そういうことできなかったんですが、で、相手はスパルトイソルジャーで守護を張って、またスパルウィドウですね。その上で、スパルトイソルジャーを進化させて、ジェノを撃破。任せたぞ。というので、渡されました。まあ、この状況だと普通に考えて、メイドリーダーだと、進化を使わなければ突破できないんですが、相打ちになってしまうというところなので、まあちょっと悩んだんですが、私はアドバンスブレーダー。これでクイックブレーダーとシーフが来てくれたので、私はもう一枚メイドリーダー。これを出して、指揮官を引いた上で、クイックブレーダーを召喚。で、
まあここまで来ると次のターンから巻き返せるというのと、まだ進化使いたくないっていう気持ちがあったので、メイドリーダーで攻撃、そしてクイックブレーダーで攻撃、これで守護を突破しておいてターン終了。さあこのターン怖いところですが、相手は死の祝福で守護をさらに追加。まあネクロマンサーでは定石ですが、かなりめんどくさいカードですね。で相手は守護で守られているスカルウィドウの攻撃力を2プラスして顔に3ダメージ。 HP 的にも盤面的にも若干不利になったんですが、ここでオーレリアが来てくれました。まあこれはですね、相手のフォロワーの数と同じだけ攻撃力が上がり、さらに3体以上並んでいれば相手の能力で選択できない守護になるという恐ろしいカードです。でそれを召喚、あなたの勝利と栄光を。これで、66の相手の能力で選択できない守護が完成します。でその上で僕はシーフを出してアドバンスブレーダーで1枚、守護を突破。でここで進化を使うかどうか悩んだんですが、このまま守護を残し続けていても押されてしまうだけなので、私はシーフを進化。覚悟はいいですか。でまあ手札を1枚引くと同時にゾンビをもう1枚撃破と。でこの状態だと、まあメイドリーダーを攻撃しても本当にただこちらの場のフォロワーが減ってしまうだけなので、このままターン終了と。で相手のターンですが、ファントムハグ、まあこれでゴーストが3体出てくるわけなんですが、まあこれでゴースト3枚でオーレリアを攻撃で、このあとスカルウィドウで攻撃してまあ相打ちさせると。でその後ですね、スパルトイソルジャーで、守護を追加してスパルトイサージェントを召喚で、まあゾンビでシーフを破壊。年貢の納め時かね。さあ10ターン目に差し掛かりましたが、ここでまあ忍者アーツが、2枚も来てるので、まあこれは8コストで使うのはちょっともったいないっていうのはあるんですけれども、私はですね、まずはフロントガードジェネラルで守護を固めて、でさらに残った3コストで忍者アーツ、これでちょうどスパルトイソルジャーを撃破。でその上でアドバンスブレーダー、そしてメイドリーダーで顔に攻撃と。でこのターン相手はオーディン、まあラストワードを持ってるやつを消滅させるっていうのはかなり、まあ、有効な手立てなので、これはまあちょっと焦りましたけど、まあ私の手札を見れば分かる通りですね。はい、これで、アドバンスブレーダーを破壊されて、私のターン。はい。いや、もう、手札がかなり充実してるので、全然、全然というか、そこまで、大きく焦ることはなかったんですが、私は、ダメ押しでしょうか。フロントガードジェネラルを出して、忍者アーツでオーディンを破壊。そして、1ダメージ。まあ相手としてもまだ諦めるには早いといったところだと思いますが、相手はまさかのケルベロス、そしてさらにケルベロス、これはびっくりしましたね。まあ私無課金でやってるのもあるんですけど、ケルベロス1枚しか持ってないんで、まさか、あ、しかも今気づいた、片方プレミアじゃん、いいな。まあまさか2枚もケルベロスが出てくるとは思わなかったんですが、私のターン。さらに忍者アーツをもう1枚引きました。忍者アーツはかなり優秀な除去なので、4ダメージも与えるんですね、3コストで。まあなので、3枚積んでたんですが、3枚とも来てくれたっていう形ですね。で、私はですね、ここでケルベロスはもう一気に除去したかったので、アルベールを召喚。で、9コストで召喚するので、2回攻撃ができる上に、このターンはダメージがゼロになるというわけで、一方的にケルベロスを除去、もう1枚除去。
でフロントガードジェネラルとメイドリーダーで攻撃といったところですね。で、相手のターンなんですけれども、相手はファントムハウ、ネクロマンサー十分あるので5体ゴーストが出てきます。はい。で、そのゴーストにここでブースト、さらにここでブースト、はい。で、5ダメージの1ダメージで、さらに守護が出てくるんですが、ここで耳でアルベールに2ダメージ、さらに耳で2ダメージで、ここまで来てリタイアですね。さすがに手立てがなかったんでしょうか。残り2枚の手札気になるところでしたけど、まあこれで勝ちとさせていただきました。さあ、喋ってばっかりですが、2戦目ロイヤルですね。ロイヤル同士の対決っていうのはかなり緊張するんですが、ちょっとこれは結構面白い殴り合いができたのでお見せしたいなと思います。おっとっと、危ねえ。相手は3枚とも全部変えました。私は2枚変えました。高校だったっていうのもあるんですけど、まあフローラルフェンサーを手元に残しておけば、まあ4ターン目はね、フローラルフェンサー進化っていうことで順調にいけるかなと思ったので残しました。で、相手のターン1ターン目は特に何もしてきません。私2枚引いて、ちょっと手札が重めなんですが、どちらにしろ1ターン目は何もできません。で、相手は2ターン目も特に何もしてきませんでした。私も2ターン目できることはありません。3ターン目、相手はセンティックナイト。お呼びですかい。まあ3ターン目とはいえ、こっちも出せるものがないっていうのがあって、これはかなり痛い動きではあったんですけれども、私のターン3ターン目、まあここはですね、ノービストルーパーで攻めても一方的に除去されるだけかなと思いましたので、シーフをしようか。で、相手のターン、まあ2体で攻撃してくれれば2枚引けるかなと思ってたんですが、相手は忍者アーツで、シーフを破壊して顔に2ダメージ。まあちょっと押されてしまったんですが、4ターン目、私はレビオンヴァンガード J のこれを出して、まあ突進でまず1体破壊します。あとはよろしくな。まあ向こうは1ダメージなんで、まあ進化アタックでジェノを除去してくるかなとは思ったんですけれども、まあこのままとりあえずターンを渡します。で、相手はブリッツランサー、これは突進持ちですね。で、メイドリーダーで指揮官を引く。で、ブリッツランサーでジェノを撃破、顔に1ダメージ。盤面的にはまだまだ押されている状況ですけれども、私のターン5段目は、アドバンスブレーダー。まあ、とりあえずこれで、有力な手札を増やします。で、まあ、進化いい加減しておかないと、さすがに盤面取り返すのが難しくなってくるので、これで破壊。やるじゃねえか。で、相手のターンですね。6ターン目は、相手はメイドリーダーで顔に1ダメージの乙姫。はい、かなり、押されてる盤面で乙姫を出されるとちょっと打ってくるんですけれども、これで、はい、やっぱり進化は使ってきます。乙姫進化でアドバンスブレーダーを除去。私の役目はここまでだ。さあ、盤面的にかなり不利になってしまったんですが、私はここでですね、メイドリーダーでまず指揮官を引くと、あくまで手札は増やす。で、乙姫が来てくれましたが、まあちょっとしばらく出番はないかなとこの時は思ってたと思います。で、私はフローラルフェンサー、まあやっぱり数には数で対抗しなきゃいけないなと思いましたので、ここでフローラルフェンサーを進化。やっと揺らってね。我が忠誠は鋼のごとし。で、ここで乙姫を攻撃するのも考えたんですけれども、それだと、まあ、ただ単純に相打ちになってしまうので、まあ、自分の、残りライフが16と、まあ、1ターンでこれを削り切るっていうのはなかなかないとは思います。6ターン目というか7コストで。
なので私はフローラルフェンサーでお守り隊を撃破。そして相手のターンですね。で相手のターンはまずメイドリーダーが破壊される、ナイトが破壊される、するとノービストルーパーが出てきます。まあこれでこっちのスティールナイトが破壊されるかなと思いきや、まさかのメイドリーダーで攻撃。ん？なんだ？と思ったら、ただ場を開けたかっただけみたいです。ホワイトジェネラルでノービストルーパーを強化してフローラルフェンサーを撃破される。で乙姫は顔に一発。さあまあ引き続き盤面がやばい状態なんですけれども、まあ手札だけは充実してますのでちょっと考える時間はあったと思いますが、私はブリッツランサー、まあ突進持ちなのでまずこれでホワイトジェネラルを除去。でクイックブレーダー、まあこれも疾走持ちですぐ動けるのでこれで乙姫を除去。でこの状態からノービストルーパー、こいつも疾走持ちなのでこのまま乙姫お守り隊を除去。で顔に一撃、まあこれで一応盤面的には取り返せたっていう形になりますかね。で相手のターン、さあ相手はスティールナイトを除去して、なんと御旗、まさか御旗積んでるとは思わなかったんですけれども、ミッドレンジ型で、まあ私もそういうデッキは持ってるんですけど、まあ今回私が使ってるデッキは御旗は入ってないデッキなのでちょっとびっくりしましたね。で相手はアセンティックナイト、横に広げてきてさらに御旗の効果で22が2体で、さらにクイックブレーダー、これで2ダメージがさらにきますね私の顔に。さあ HP 的にはダブルスコアを無効に握られてるんですが、相手が3体並べてくれたのでここでまた来てくれましたオーレリア、 これでバッチリ守護があります。まあ3体並んでなくても強いんですけど、そもそもオーレリアは体力が6あるのでこれでも相手的にはかなり面倒な感じだと思うんですが、さらに私はわがままプリンセス、これでクイックブレーダーが来てくれたのでクイックブレーダーを除去。速さが足んねえか。でまあ守護が腫れてるので相手の顔に一撃と。で相手のターン、さあ構えろ。相手は突進持ちのジェノ、しかもラストワード付きというかなり厄介なやつを出してきました。これでさあナイトが出てきました。そして御旗の効果でナイトが21になります。でさらにこれで、除去されまして、アセンティックナイトでわがままプリンセスも除去と。ここからさらに攻め込まれなかったのはまだ運が良かったですね。で私はこのターンまずパレスフェンサーで強化、さらにフロントガードジェネラルで守護を張ると。まあフロントガードジェネラルは本当に厄介ですからね。消滅でもない限りは、一回破壊されてももう一枚守護が出てくるので、で私は顔に一撃当ててこのターンも進化を見送ります。まあまだねナイト相手に進化を使って除去っていうのもまあ動きとしては弱いですし、まあどうせ進化使うんだったらやっぱり切り札級のこのファングスレイヤーだったら相手のフォロワーを除去しつつ相手の顔にもダメージを与えれるので、まあ進化使うならこいつかなと思ってました。で相手はレイサム、だからもう恐れるな。まあコスト帯的には4コストなんですけど、まあこれも中盤に出してこられると結構厄介なフォロワーではありますね。で相手はまずこれで1枚破壊のまさかの旋風陣ですね。はい、それでは決して落とさせん。まあ旋風陣を多分レイサムを使ったんでしょうね。これでレイサム以外の他のフォロワー全部に4ダメージっていう形を取って、フロントガードジェネラルまでも破壊してしまいました。ここで進化を使われなかったのはちょっとありがたかったんですが、このターン私はまず歴戦のランサーでさらに守護を追加、そしてファングスレイヤーですね。ファングスレイヤーも突進持ちなのですぐ動けます。で
レイサメを破壊しつつ相手の顔に3ダメージで、まあフォートレスガードだったかな。でさらに2ダメージを与えて相手のターン。相手はもう手札も切れてるのでそんなに強い動きはしてこないかなと思いましたが、アドバンスブレーダー、これで、兵士カードが2枚手元に来ます。さあ構えろ。でまさかのジェノですね。まあラストワードがついてないのがまだ良かったんですけれども、まあこれでフォートレスカードが破壊される。でアドバンスブレーダー進化で全身全霊で、はい、激戦のランサーも破壊されると。退却だ。まあ私の顔にまでダメージは来なかったんですが、まあこのターンでそろそろとどめかなといったところなんですけど、私はさあ構えろ。ラストワード付きのジェノを使って鈍いな。ああまだ使わない。まずクイックブレーダーを出し、まずクイックブレーダーで相手のジェノを撃破で、ラストワード付きのジェノで、アドバンスブレーダーを撃破して顔に一撃で、コストがまだ使えたのでシーフを召喚と。で12ターン目相手は思考中ですね。お見事です。リタイアでした。まあこういう感じでミッドレンジロイヤル同士で面白い殴り合いができました。はい、いかがでしたでしょうか。私はこのロイヤルデッキをよく使ってるんですけど、かなり楽しいです。まあ動きもわかりやすいですし、その分読まれやすいというのもあるんですけど、まあでも手堅く戦えるかなっていう感じがするので、ロイヤルは比較的気に入って使ってます。あとですね、最近ネクロマンサーデッキなんかも使い始めましたので、近いうちにそちらの紹介もさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。では、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。